簡単、美味しい、分かりやすいレシピを紹介します。よじまるキッチンです。今日は長崎県庁レストランシェ・デジマの総料理長坂本さんと紹介していきます。坂本さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、7月になりましたので、今月もよじまるキッチンのテーマがあります。それがこちらです。食欲アップ、さっぱり料理です。今日は天気いいですけれども、どんよりとした天気、坂本さん、続いてますよね。そうですね。こう、湿度が高いと疲れやすくなりますよね。はい、そんな時に今日紹介するさっぱり料理、試してみてはいかがでしょうか。今日作るのはこちらです。酸味が効いてて箸が進む、レモンをたっぷり使った豚肉と彩り野菜のレモン炒めです。もう色合いから食欲が、ね、夏のパワーがみなぎっている一皿ですね。綺麗。おお、美味しい。いいですね、レモンの酸味。お酢の酸味よりもおしゃれ、爽やかで食べやすい、美味しい。野菜も食感がちょうどいいよ。さすが坂本さん、美味しい。酸味も効いてて、自宅で作れるっていいね。作り方気になる。早速今日も教えてください。はい、酸味が効いててね、彩りもあって食欲も湧きます。これだけたっぷりレモンが使う料理、なかなかないですよね。そうですね。はい、では今日は作り方、早速教えてもらいます。はい、坂本さん、まずは、お肉ですけれども、どれぐらいの大きさに。はい、はい、今日はですね、豚の、スライスですね、薄切りしたものを準備しております。バラ肉を一口大に切りましょう。はい、そして野菜なんですが、こちらですね、トマト、玉ねぎ、ピーマン、パプリカ、これ切り方はどんな風にいいですか。そうですね、形揃えていただくのが一番いいかと思いますが、もうこのように乱切りで、構いません。はい、食べやすい大きさに切ってください。はい、そして今回オクラも使うんですよね。そうですね。はい、これは、今回こちらに用意してるんですけど、はい、手前と奥でちょっと色が違うんですが、はい、これは下準備は、そうですね、軽く、塩茹でですねを先にさせていただいております。先にこう茹でておくと色味が綺麗ですよね、本当にね。そうですね。でこの後の加熱ですね、火の入れ方も、短時間で済みますので、はい、このように一度、下茹ですると、作業がしやすいかと思います。オクラはどういうふうにこう切っていけばいいですか。ですね、はい、オクラですね、お願いします。ちょっと切っていきましょう。本当に緑が綺麗。はい、今日の意外と大きいですので、はい、ちっちゃめのはもう2分の1、はい、でちょっと大きいのは3等分ぐらいに切っていきましょうかね。一口大に食べやすい大きさに切っていきましょう。ここもサイズを揃えましょう。はい、こんな感じで大丈夫かと思います。はい、ということで材料の準備は OK です。はい、さて、ここからは炒めていきましょうかね。はいはい、まずは、火をつけて油を、そうですね、引いていきます。はい、で注いでいきます。はいはい、そしてまずは何からいきましょうか。はい、豚肉からいきましょう。はい、はい、まずは豚肉ですね、こちらの方を、はい、今回薄めのお肉だから結構火は通りやすそうですね。うん、そうですね、もう入りやすいですので、色味がつくぐらいまで炒めてください。はい、こんな感じで、はい、まあ、広げてくっつかないようにぐらい、はい、そうですね、でこちら今坂本さんに中火でいいですか。そうですね、中火ぐらいで、入れてください。はい、今炒めて、焼いてもらっている間に、はい、じゃあ私がちょっと調味料を合わせていきます。はい、今回ね、このレモン汁なども使いつつ、いろんな調味料を合わせていきます。まずレモン汁と、そして砂糖、さらに白ワインなども加えていきますよ。でブイヨン、酢、塩、ブイヨン、酢、塩を使えていくんですが、今回ね、この調味料にももちろんレモン加えますけれども、ブイヨン、そして白ワイン、結構大事なんですよね、坂本さん。そうですね、酸味を、生かしていく上でもですね、コクですね、はい、コクの部分でブイヨンであったり、白ワインというものを入れることで、コクが増します。今回調味料もこれだけということですからね、はい、しっかりと混ぜ合わせておきましょう。お肉もいい感じに色がついてきましたね。はい、じゃあここに、玉ねぎですね、はい、入れていきます。玉ねぎはしっかり火を通した方がいいですか。そうですね、他の野菜と違って少し、火が入るのに時間がかかりますので、はい、ちょっと先に入れていただいて、豚の油を上手に使いながら、炒めてもらうといいと思います。この坂本さんのフライ返し、見事ですよね。私もね、何度か家で試したんですけどね、もう野菜がバラバラと下に落ちていくんですよ。しっかりちょっと私も練習します。はい、でしっかり火が通ったら、ここから残りの野菜なども入れていきましょう。はい、こちら3つはもうそのままざっと入れましょう。はい、
ピーマン、パプリカ、はい、トマトはまとめて入れます、はい、でさらに炒めていきます。はい、もう彩りがすでに美しいですね。いい感じにしてきました。はい、さてそして、はい、オクラですか。はい、もうオクラ入れていきましょうね。これさっともらいますね。はい、はい、こういった感じで入れていきましょう。わあ、本当に綺麗ですよね。この見た目だけでも食欲が湧いてきますよね。でさらに、はい、ここにそして今日の主役、はい、レモンをレモン、ね、もうスライス加えていくんですね。そうですね、もうここでさらにレモンのスライスですね。レモンスライスを見ると、うん、口の奥がこうキュッとしてくる感じがしますよね。これレモンもこういうふうに炒めたらもちろん食べられるんですよね。はい、そうです、はいはい、食べられますので、うんうん、アクセントになっていいかと思います。はい、そして私がでは作ったこの調味料も、はい、お願いします。はい、はい、ここに砂糖が下に沈む可能性がありますのでよく混ぜてください。しっかり加えて混ぜ込んでいきます。で、ひと煮立ちさせていきます。はい、まあ、軽く炒めてる間は軽く火を通しつつ、はい、でこの調味料を入れてからちょっとこう茹でるような感じになるんですよね。そうですね、味をちょっとこう浸透させるっていう意味でちょっと、強火にしながら、ひと煮立ちさせて、いきます。はい、いい感じに絡んできましたが、まだ終わりではありません。はい、仕上げにちょっとこう火が入ってきたら、ね、坂本さんの手元にある、はい、片栗粉です ね, ですね、はい、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけてもらいます。はい、やはりこうすると味がさらに絡みますか。はい、そうですね、ソースが、具材と絡むようにですね、ちょっととろみをつけてあげることで美味しくいただけます。これもちろん今の季節、この梅雨の季節っていうのもぴったりですし、はい、夏これから暑くなってきてからも食欲進みますよね。はい、これで完成になります。はい、ということで水溶き片栗粉でとろみをつけたら完成です。あっという間に出来上がりました。レモンをたっぷり使ったあっさり料理で食欲アップ、お肉や野菜との相性バッチリですよ。材料です。今回は2人前を作りました。豚バラ肉 120g、 トマト1/2個、玉ねぎ1/4個、ピーマン1個、パプリカ1/2個、オクラ4本、サラダ油適量です。そして合わせ調味料です。レモン汁1/2個、砂糖大さじ2、白ワイン 50cc、 ブイヨン 50cc。 この2つ味のコクの決め手になりますよ。酢大さじ1、塩少々、そしてレモンスライス適量、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけたら完成です。